どうもサラマッチョです。今日なんですが、ちょっと久々にサイドレイズに焦点を当ててやっていきたいと思います。皆さんサイドレイズやってますか？やってます。ですよね。やっぱ肩の種目って言ったらサイドレイズって皆さんされると思うんですよね。で、まあ私ももちろんやるんですけども、そのサイドレイズ本当に効いてますか？よくわかんない。そうなんですよね。サイドレイズってね、結構ね、やって効くのは効くんですよ。そりゃこう上げるんで効くのは効くんですよ。ただ本当にそれサイドに効いてるんですかって言われると、どうでしょうっていう感じに今なってしまうんですよね。で、今日は私はサイドに効いてるかどうかちょっと微妙だなっていう時は、こういうやり方をするっていうのをご紹介していきたいと思います。それではやりましょう。はい、準備ができました。それでは、今からサイドレイズやっていきます。で、ダンベルの重量なんですけども、結構落としてください。私これ今5キロです。で、重量の設定の基準なんですが、普通にこう構えてサイドレイズをこうしていただいて、ここでしっかりと止まれる重量、これを選択してください。で、私がサイドレイズを効かせるためにやるやり方なんですけども、まあ普通に構えてこう上げますよね。で、普通のサイドレイズだったらこう連続してやっていくんですけども、まず限界が来るまでこう上げて、ここで1,2,3とやってゆっくり戻す。で、またすぐ行って1,2,3でゆっくり戻す、1,2,3ゆっくり戻すと、これを限界までやります。で、それでもうこれ耐えれなくなってきたところで、最後は普通にサイドレイズを限界までまた続けると、そういうやり方です。それでは実践していきましょう。これとってもきついんです。
いかがだったでしょうか。まあ先ほどちょっと2セットやっただけなんですけども、それだけでも結構ね、こう肩パンパンに張ってるのがわかるかと思います。なので、サイドレイズやってても、効いてるのか効いてないのか悩ましいと、そういう方いらっしゃいましたら、一旦ねちょっと重量を思い切って半分ぐらいにもう落としてもらって、でしっかりとここに重さが乗ってるなっていうのを確認しつつやってみてください。それで、ちゃんと効いてるなっていうことであれば、またそこからどんどん重量を上げていけばいいんじゃないかなと私は思います。肩に効かないっていう方、ぜひやってみてください。それでは本日もありがとうございました。肩いい？